今月30日に帯屋町にオープンするのは、今後世界的なアーティストもライブ予定のあるライブエンターテインメント施設です。高知市帯屋町にできたライブエンターテインメント施設、アウタースペースサーカスアウター。香美市に本社を置くコンテンツ制作会社アウターが、滞在型観光やインバウンドの推進などを目的に設置したもので、昨日報道関係者向けの内覧会が開かれました。施設にはアーティストのライブやトークセッションを行うことができるイベントスペースに加え、バーカウンターも併設されています。また昨日は5月に公演を行う予定の世界的アーティスト DJ マーキーに向けて、高知市の桑名市長などがメッセージ動画を収録しました。毎月のようにですね、海外から、音楽のアーティストだったり、他にグラフィティをやっているアーティストだったりを、高知に招聘して、高知の食文化だったりだとか、高知の人といろいろ交わって、なんか高知をさらに観光をプロモーションできたらいいなと思ってます。この施設は今月30日にオープンします。